あ、やば。やばい。私はやばい。うわぁ、一番最悪なとこっつって。これ無理じゃない？これこんな経験したことない。うわ、はい。びくし。はい。はい、7番356パー4、フェアウェイ狭めの右ドッグレッグ、左が池で右 OB です。左に引っ掛けます。肘をちょっと緩めとくといいですよ。はい、肘を緩めといて、あれあれあれ、やっちゃったぜ。ああ、あれでもあそこは大丈夫っすね。あの OB この手前の森だけなんですよ。多分その先っすね。うん、先のトナホ。僕はちょっと左の方を狙っていきます。はい、ちょっとスラッカればいいかな。了解です。オッケー。ちょっとワンタッチした。ゼロ。全然。ワンタッチだけど。うん。いや。どこ行った？見えない。ね、飛んでないっすね。この辺。あのバンカーの左。なんかすごいティーバックしか打つない。ティーバック。わお。また編集が大変な。わお。出てます。140ラフフライヤーも考えつつプロで巻き巻きする率 70%、 それを考えて打っていく。あ、やっぱー。パッ。シャンク。これはある。うん。多分大丈夫です。残ってる。僕についてきてくれたんですか、今日さん。P と棒を持ってたよ。はい。P。P だな。はい。今日さん3打目。もう手打ちだな、もう。これ左足体重。そうっすね。ちょっとやっぱ低めに出したいんで。ああ、とっ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 と。こっちに出るのって。もっとヘッドが行かないとダメですね。トナホですね。2打目。上行きます？え、やば、ちょっと見えんけども、ちょこちょぶりなんですけど、見えん見えん。6段目、うん、やばいな今のも。膝曲げ忘れてた。シャンクが出だした。もうちょっと固めていいんじゃないですか。もうちょっと固めていい。はい、次8か、キヨさん。やば、多分8。あら。ちょっと抜けたっすね。うん、ダメ。弱者やな。もうめちゃくちゃや。うん、あるのかな。池はないっすよね。わかんねえ、マジで。行っちゃったかな。あ、あったあったあった、そこ。あぶねえ。ダメか、よく残った。本当だ。3打目。3打目。これね、わざと置いたかのように見られる可能性があるぐらいの。はい、うわ、やば。あ、でもナイス。ナイスオン。クラブが心配。クラブね、ガシャガシャいってるね。今日やばいっすね。クラブがいじけてる。いじけてますね、こいつ。しょうがない。いじけクラブ。いじけクラブ。俺も今言おうとした。残り。ちょっと引っかかった。おお、ナイスタッチ。OK です。10。次11か。最後、競技じゃないか。行っていこう。はい。ちょっとパパッと。はい。ほい、ナイスパー。おーし、マジトラブルでナイスパー。ラッキー、ラッキー、ありがとうございます。僕がボール見つけてなかったらワンペナでしたね。ワンペナでしたね、うん、もう諦めてましたけどね。こそっと取っといてやったかった。こういう運もゴルフですか。そうですね、ほら、はい、ガシャン。もうマジで今日バンカーの砂とさっきの杭で、うん、やっぱり違うクラブを使おうとしてるから、うん、そうだけになっつって、はい、お前こっちだろうと、メルカリで売れんぞと、もう売らせんぞ、うん、お前こっちだろっていう感じっすよね。くるくる、
はい、8番148ヤードですね。ショートです。ここはもう宣言でバーディーバーディー取るらしいんで、はい、取っていくんで。ただピン激手前やな。手前でお、あ、ダイレクトイン。なるほど。いや、マジでダイレクトだ。おお、ナイス、入れ。おお、マンカブリ。ね、有言実行した。ここでバーディー取ってイーグル。何番だったんですか今。ピース、ピーコちゃんで。ピーコちゃん、じゃあ俺キューコちゃんで。キューコちゃんで、うん、うん、おー、そう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 、あのボール挟んでる感覚に近いですよ。クラブが巻きつくように。あー、惜しいな。おー、ナイスキック。キヨさんの脇から。クラブマジで怖かったからくっついっちゃった。シャンク行くと思ってね。感覚残ってますよね。なんか俺も疲れちゃった。なんかやりすぎて、まあ、山登りしましたからね。そうですね。はい、キヨさんセカンド左足下がり、距離は30ちょっと、60度でこれ開くっすか。いや、開かない方がいいですよ。落下地点が順目になってるんで多分スーッと行くと思います。オッケーオッケー、ナイス。まあまあでしょう。まあまあです。あとは肩のラインがもうちょっと傾斜とこうなると、その方がもうちょっと下から打てるっすね。あ、なるほど。グリーンもちょっと下りが入るじゃないですか。はい、多分順目です。まっすぐっす、まっすぐ。あと傾斜がちょっと入るかなぐらいの感じじゃないですか。ちょいフック、いやフック入んないと思うんです。あんまり多分カップ外さない方向で打っていった方がいいですね。ほら、順目だ、やっぱり順ちゃんだ、うん、順目の順ちゃんだった。あの順ちゃん、うん、2.5、はい、順目だから、結構切る。ナイス、あー、オッケー、ナイパまあ今日こういう日なんだな。やっぱ逆目っていうことは、この逆目、逆目だから、はい、ちょっと重たくなる、うん、ちょっと重たくなる。まっすぐ。うまい、ナイス、よかった、試合だ、ナイスボギー。ありがとうございます。さあ最終ホールで、最終ホールで果たして、果たしてイーグル取れるかな。イーグル取れるか。僕イーグル取ったことないですいや、取れる時は来るんですよ。はい、9番ホールパー5、最終ホール473ヤードです。はい、後半の最後です。頑張るぞ。あ、あそこの池確実打ち込まれるな。これ一番最初の、ね、10番ホールじゃないですか。そうですね。これドスライサーの人が絶対打ち込むだろうな。230-50ぐらい届いちゃう。これはもう振り切り、うん、最後なんで。はい、最後なんかね、もう今日はうまくいってないんだ。確かに珍しい、はい、あ、ちょっと右抜けた。やっぱりなんか抜けるんだ。まあ行った今あたりに。今右側ですね、うん、今日は練習します。終わったら練習します。やっぱなんかね、一回フック打ったらイメージが全部悪くなっちゃったな。うん、なんかもうずっと僕もそうっすもん。はい、あの草むらのイメージがマジでなんか全部うまくいかない気がする、うん、もう全部残ってる感覚が。いいイメージより悪いイメージの方が、うん、残ってますよね。最初ホール、はい、はい、気持ちよくいきましょう。あ、やばい。あ、大丈夫ですね。この木の裏側ですね。なんか疲れたな。なんか疲れちゃったんですよ。いや、もうさっきのホールっすね。はい、俺も登らせちゃったし、キヨさんも勝手に登ってきちゃったし。ちょっと最後、覇気がないな。そうっすね。まあね、そういう時もあるんですけど、ゴルフが楽しくね、やってなんもなんだよ。何なんだろうな、やっぱりボールが変わると何かが違うんだ。何かが違う。お前、イメージっすよね。イメージ。あれか。あ、違うわ。あ、あれだ。自分はやっぱりひたすらスライス打っていた方がイメージが残るっす。シャンクの方がいいっすか。
いや、シャンクまで行かないですね。シャンクまで行ったらちょっとさらにイメージ悪化しちゃうんで。6番で行く、うん、はい、6番です。あぶねー、あぶねー、あぶねー。この方向ハーフシャンク、こっちの方向、そうですね。3打目オーケー、よいしょ、あ、完璧です。完璧、うん、うん、完璧ショット、言っても過言ではない。はい、4番いいぜ。はい、2打目、残り何ヤードですか。200ですね。200、はい、はい、ちょっとカット気味に。いやー、ナイスショー。はい、行きます。あー、やっぱりおー、いいとこいいとこいいとこ、バンカーはあそこぐらいですかね。お、あ、あそこか。はい、ここにいいですね。よいしょ、ありがとうございます。もうちょいか、多分泥ついてなかったら完璧だったな。はい、4打目。4打目か、うん、距離が80ヤードぐらい。96、全然違う。93、僕のところは96な、93、54度。ダメ。惜しい。距離はこっちの方がやっぱりいい、うん、いい、うん、感覚あるな。5段目、これ芝生がこうなるってことは、こっちに出るってこと、そっちに持ってかれる。あとカラーのとこもさ、ね、カラーのとこもちょっと右側に持ってかれるから、かそうですね、こっち、はい、うまい、うまい、惜しい、うん、ナイスね。バーディーパット、最後決めてもらいましょう。我が吉田君に。吉田君ね。外していく。マジダメだ。はい、パパッと。はい。はい、吉田。はい。こんなもんでした。やったな、俺今日。やっぱりいつも通りのパッティングスタイルがいいのかな。はい、ナイス、お疲れ様でした。ありがとうございました。じゃあエンディングは後ほど。後ほど、はい、ではでは、お疲れ様でした。お疲れ様でした。今日もなんかですね、疲れちゃった。疲れてます。最後やっちゃいました。なんかもうコンスタントに100切りたいなとはずっと思ってるんですけど、まあ僕が106、違うな、107、106か107、ちょっとまたスコア確認してます。吉田さんが多分、ね、3オーバーくらいか、うん、でまあ、うん、ない、うん、ないっすよ。まあ今日はね、結構ね、コース的な戦略性が必要とするコースかなっていう印象、はい、すごい、すごいな、感じ、すごい威嚇されてる。これは威嚇だよね、うん、あ、いいね、いいね。あ、すいません。あ、すいません、ありがとうございます。カラス、あ、今最新が届きました。届きました。はい、はい、106と75ですね。75です。ということで、はい、吉田さんの勝利。勝利。うん、よし、はい。圧勝。圧勝。うん。まあそういうのではないですけど。でもまあ僕の場合はね、大きく改善されたのはもう完全ドライバーなんですよ。で、あとミスの種類が、うん、まあちょっとね、後半シャンクがすごい出だしたんですけど、うん、あれはね、ほんと悪いイメージのまんまなんか行っちゃった感じがしてて、うん、あれはね、ほんとね、自分の弱さが出たっすね。うん、はい、うん。もうただそれだけです。そうですね。はい、ドライバーのミスは、すごく内容が変わってきたので、変わったっすね、うん、それはね、僕はなんか良しとしてるんですけど、今の段階では。うん、だから、もうちょい、うん、ね、練習する。そうですよね。練習してる？もう僕はしないですけど。僕もしてない。まあ、練習しましょう。はい、練習一回、はい、やりましょう。ラウンドはね、ちょっとね、
控えようっていう話だったんですけど、そうす、まあ、うん、でも手応えはありじゃないですか。そうですね、向いてる方向とか特に気を使ってるんで、アライメントはめちゃくちゃなんか自分なりには良くなったなっていうのはですよね、はい、思ってるんで。あとはどういう時にフルショットする時なのか、コントロールするショットなのかっていうのをもうちょっと清さんなりに多分答えが出れば、はい、いい線いくんじゃないですかね。いい線いっちゃうかもしれない。なんかね、今までぶっちゃけ、うん、なんでミスが出てるか分かってなかったんですよ、うんうん、で自分のここがダメここがダメここがダメっていうポイントだけなんかすごい頭で理解はできてて、まあ、それを再現できた時にはいいショットが出るっていうのが今できてるんで、うん、そうですよね、はい、だからまあスコアはあんまりなんかこう囚われてはないですけど、もちろんいいスコアは出ればいいとは思いますけど、はい、なんか1ホールごとにこう確認をしていくっていうラウンドをずっと心がけてるんですよ、うん、だからちょっとそれがねギュッとこうまとまった時にちょっと一回ね、はい、そうですね、はい、本当にだってどっかでねちょっとしっちゃかめっちゃかやってもしっちゃかめっちゃかやってもまあ106で確かに収まってるってことは、はい、それだけミスでもミスっぽくなるのが出てきてるってことですよね、うんうん、今まで完全にあミスってなったのがミスじゃなくなって、はいはい、まあ質が上がってるってことなんで、はいはい、いいなんか手応えじゃないかなって僕は思います。はい、ありがとうございました、うん、これからもよろしくお願いします。はい、まあ、ということで今日はちょっと久しぶりのラウンド会ということで、そうですね、はい、ちょっと撮影をさせていただきましたが、はい、ちょっとね動画で本当に伝わりにくいところがちょっと悔しいところなんですけど、うん、吉田さんの引き出しがすごいやっぱり大きいんですよ、うん、まあ大きいというかまあ多いというか、うん、そういうところをなんかねもうちょっとなんかうまく伝えられればなっていうのは、はいはい、すごく思って試行錯誤をやりつつ動画もね、うん、撮ってるんですけど、そうです、はい、ちょっと今後もそういう部分をね、うん、お伝えできればと思ってます。そうですね、はい、なんか今まで普通に打ってたんですけど、なんかスコア気にせずに、はい、こういうところはこうやって打つんだよっていう、はい、まあ、ミスでもそういう風になんかうまく伝えれればいいかなと思って、うん、今日やってましたから、そう言いながらねミスしてた、ミスしてた。だからちょっと喋りながらでもちょっと逆にこういうのは喋りながら技術上げた方がかっこいいかなと思っちゃいました。なるほど。ずっと喋ってて、はい、こうやってってずっと喋りながら打ってたらもうかっこよくないですか。ある意味力抜けてない、うん、ということで、はい、はい、まあちょっと楽しい動画になってるかどうかはまだ不安要素がいっぱいですが、はい、はい、ぜひ見ていただければと思います、はい、ぜひチャンネル登録とグッドボタン、ぜひよろしくお願いします。お願いします。で、吉田先生のねレッスンも受けてますんで、はい、はい、やってますんで、はい、連絡ください、連絡くださいと、あのグレーゴルの、はい、そういう LINE とかですね、LINE とか、はい、あとは僕に DM で、はい、DM でもいいので、はい、はい、全然怖くないんで、はい、はい、噛みつかないんで、いや、もう、はい、いやよろしくお願いします。いや、ぜひよろしくお願いします、はい、では今日も大好き、ごきげんよう。そっちかい